ゆうじろうチャンネル、今日のお題はピンポイントの専門家になれ。でかい合っとった。ピントピントは分かんない。分からんのかい。ピントは私に合ってる。はい、はい、ということで今日もこちらのね本からいってみたいと思います。はい、土手先生が分からんことがあるっていうんでそれに答えてみようコーナーになってますけども、そうですね、まあ、でもこれ分からないとかじゃないんですよ、うん、今日ピックアップするのは、うん、あのゆうじろうさんの塾生の生徒さんの話なんですけど、うん、あの美容師だった小野玲子さんの話ですね、うん、なんかあの本の中に紹介されてるんですけど、もともと美容師をされていてサロンで雇われとして働いていて、でもそこでなんかあんまりそのお客さんもつかなくて、うん、カットもそんな上手じゃなくてって悩んでたんですよね、うん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 、でそこでなんかゆうじろうさんと出会ってお前はこうどうなんだって言った時に何か勉強することはないのかって言ったら白髪を勉強してますって言ってその話を聞いて それはすごいってゆうじろうさんが思ってそこでをなんかこう追求した方がいいんじゃないかって話になったんですよ。いや、わしが言ったというよりもやっぱこう毎日ブログ書こうと思ったら、うん、やっぱ何かに特化して書いていかにゃ書けれんけども、うんうん、美容師って何を書く？だから美容師ってやっぱりこうスタイルをこうやりましたああやりましたって書くのってもうネタ切れになってくるやろ。まあそうですね、まあでもよっぽど腕がいい人はそれだけでお客さん来るんですけど、うんうん、その人じゃないといけないっていうほどの腕前じゃなければ、うん、全く効果はないですよね。だから、まあ、美容師になったら、うん、美容師の一番の最大の仕事は何かやったらお客さんのスタイルをきれいにすることだ、うん、みたいに思ったんだけど、そこはみんなおるけいっぱい、まあ、当たり前の、うん、だからもっともっと深掘りしてピンポイントで自分の強みを見つけろみたいな、今日はこのテーマでいきたいと思います、ね、はい、じゃあ今日はこのテーマでいってみよう。はい、こんにちは、田坂雄二郎です。こんにちは、土手かな子です。はい、ということでね、まあ、これ強みの作り方の教科書なんでね、言っとくと強みの作り方はまずピンポイントに特化する、うん、ピンポイントの専門家になるっていうのが大事なわけや、うん、だから美容師さんだったらカットとかは当たり前すぎるからそうじゃなくてっていうことですか、うん、まあ、そこで一番が取れると思うんだったらそっちに走ればいいんだけど、うん、そうじゃない烏合の衆だなと思った時に、はい、焦ってわあ私この中じゃ勝てんけん何かって言っても、うん、あの無理なんや、うん、それは自分が何かなんや。でもその何かにお金を払ってくれるのはお客さんだから、うん、はい、だったらやっぱりこうお客さんが何悩んどるかを聞くのが一番早い。そうですね、うん、お前今だったら髪で悩んどることは何や。髪の毛だったらやっぱりその張りとか腰とかですかね。張り腰がなくなってきた。いや、もう元々ないんでずっと悩みですけど。ああ、猫っ毛なの。猫っ毛なんです。だからしんなりぺっちゃんこになる。うーん、で、まあそこで、まあ、年齢を重ねるとやっぱりこう抜け毛とか薄毛とかも気になりますし、まあ、白髪とかもそんな私白髪がいっぱい出てるタイプではないですけどやっぱりこうあると。今ある？白髪が。うん、さがこうめくったらところどころはある。ああ、もう今からブワー出るで、そりゃ出るんでしょうね。うわーよ。だから白髪染めとかも行ってる友達とかも結構いて、うん、あー白髪染めとか行きたくないなって。なんなんそれ、白髪が嫌な。いや、なんか白髪染めに行く、カラーはしに行くっていうのは分かるんですけど白髪染めしに行くっていうのってなんかこうすごい大人の階段あ思いっきり5段ぐらい上がったような気持ち。だからそれがじゃあ白髪にならんかったら嬉しいんじゃろみたいな。白髪にならない方法があるんだけども欲しいって。やっぱ欲しい。薬だったら飲むし。うん、いや、まあ、あのちょっと私の言うことを全面的に聞いてもらわんといけんし、うん、私の言う通りちゃんとやったらもうこれ絶対に白髪が黒くなるけ。うんうん、欲しい、知りたい。その代わり言っとくよ、お金はかかるよって。どんくらいその時のこのお金の金額がじゃあお前がずっと毎月白髪染めを月に2回ぐらいやった、うん、はい、1回が何ぼかける2かける何年でバーってやったら障害で言ったら何百万かかるよ、うん、それを100万円で提供してあげる。100万円で実績があって絶対に一生白髪が出ないんだったらもう一気にやっちゃうかもしれないですね、うん、いや、まあそれは人によって治らん人もおるよ、たまには。いや、それはちょっとリスクはちょっとしょうがない。もうね、彼女はそういうタイプなんです、はい、もう絶対リスクはしょうがないっていうね。そうそう、リスク嫌いなんです、うん、まあでもそういうことなわけよ。だから
今の土手かな子に一番必要なのはかっちょいいおしゃれな、カットをするよりも白髪が生えなくする方が喉から手が出るだけほど欲しいわけ、まあ、そっちの方が欲しいですね、うん、ということはお客さんが一番困っとることを解決してやれば選ばれるわけじゃいけ、そうですよね、なったらそこ行くしかないでしょう、うん、ということでこの小野玲子さんは白髪研究しまくって、はい、もっともっと勉強されてたんですよね、まあまあそうだ、はい、でもっともっとそれをもうブログに書くと今度は問い合わせも来るようになるじゃん、うん、だからもっと調べて答えてあげなきゃいけんってなって、うん、それが相乗効果になってもう今博士ぐらいになってるすごいですよね、なぜあの白髪が増えるかとかなぜ生えるかみたいなのも全部こう喋ってくれるんで、ね、だから小野さんにお願いすれば防げるってことですよね、まああの人によりますけどね、うん、だって髪の毛が白くなったものを黒くはできないと思うんですよ、なんか彼女にましたら、うん、まあ、ずっと白くて諦めとった人がこれをやったら黒い毛が生えてくると、うん、あ、そうか、塗り替わっていくから白髪がなくなってどんどん黒い毛が生えてくれば OK なのか、そう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 、はあ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 、うん、大体そうじゃん、わしだってなんかここら辺にピロッと生えてるじゃん、うん、ただこれあの関口博士グレーヘアーっていうやつや、はい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 、うん、だからなんでここだけ流行るか言ったら何かあるはずなんよ、ここで何かいろんなことを考えてとか、考えてる人がって言いますよね、うん、ということは髪の質の問題じゃなくて体の中の問題じゃん、そういうことか、うん、何かここの成分とかね、そうそうそう、うん、だから、うん、ここだけいろんなことを考えとることは他に血液が取られてここに栄養が行きおらんから白になっとるんだろうじゃん、そういうことかもしれないですね、まあわしはよくわからんけど、うんうん、ということはそうなんや、ここも血流が悪いのかもしれない、そうそう、ここなんかのだいぶこうなっとるじゃん、うん、わしここはあえてこうわざとこう白い方がいい、うんうん、こうなんかちょっといいじゃん、白っぽい貫禄いいからこうちょっとダンディっぽいじゃん、色気ですよね、色気じゃんか、うんうん、そうなんや、だからそれはそのなんかメカニズムが治れば、うんうんうん、治すような生活をすれば、うんうん、生えてくるかもしれんよ、うん、そうですよね、うん、だからそれが知りたいと思うからそういう人たちが小野さんのところに、そうそう、だからもうねこれ皆さんも強みがないから強みを探そう探そう探そうって、うん、こういろんなものを読んだりあれしたりこれしたりって、うんうん、インプットばっかりする、うんうんうん、目先に転がってますから、うーん、ね、目先のお客さんに何を一番悩んのみたいな、あ、そこに気づけるかどうかが大きな分かれ道ですね、そうそう、うん、で、今みたいに白髪になったら言ったら、あ、もうそれは年食ったら白髪になるよって言ってしまうと、はい、もうここでピリオド終わりみたいな、終わりですね、諦めてますもんね、うん、そもそもなんで白髪ってなるんかねって、うんうんうん、若い頃ならんのになんで年食ったらなるんかねって、うんうん、それは何じゃろうみたいな、うん、で考えるとなんかいろんなことが出てくるはずない、うん、多分まあ血流とか、うん、代謝の悪さとか、うん、なんかそんなことがあるんでしょうよ、そうでしょう ね、だから大事なことはね、強みを一生懸命見つけようと思って強みジプシーになっとる人いっぱいおるんや、はい、だからいろんなあの勉強会とか行ったらもうスキル勉強したから今度これでやるんだみたいな、うんうん、一生懸命勉強しとるけど、うん、無理じゃけ、うん、はっきり言うと無理じゃけ、それなんでか言ったら勉強して入れた知識なんか強みにならんけんね、あ、そりゃそうじゃん、それを教えてくれとる先生がおるんやったら、はいはい、その先生の方が強みはでかいんだ、そうですね、そうじゃないんや、もう今日はね強みの大事な見つけ方を言っとくわ、今日のミッションで、今日のミッションはこれだはい、ということでね今日は強みの見つけ方みたいな話になったんだけど、うん、ピンポイントでね、そう、これは何かで言ったら何が強みがないからってジプシーのように探したって、うん、絶対見つからんけ、うん、はい、要は勉強したことでそれを強みにしようと思うから、それじゃあ勉強だったら点数が高いやつの方が絶対強みが強いわけだし、うん、もっと言え教えてくれる先生の方が強いわけだ、はい、そうじゃなくて勉強したことに自分の経験値をミックスさせてオリジナルの味にした時に初めて強みになるんや、うん、
そういうことですね、うん、そのままじゃなくてね、うん、自分の経験値をもとにこれをミックスさせる、うん、ということはこの自分の経験値の中のことだからこれにはあの辛いこともいっぱいある、うん、それも踏まえて、うん、ガッチャンコさせて初めてオリジナルの強みになるわけ、うん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 、だからあの勉強したものをそのまま出してから強みですってやりおるようなうちは絶対に勝てませんからね、はい、うん、でもう一個は強みを見つけるときには探すんじゃなくて目の前にお客さんおるんじゃけらお客さんから聞きなさい、うんうん、お客さんが困っとることを何かケアしてやればそれが圧倒的な強みになっていくんだよ、うん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 、こういうことをしてくださいね、はい、わかりました、わかりました。なので、このレイコさん、白髪が生えて最近ちょろっと入ってきておることはもう半年後にはすごいことになってると思うのでぜひよろしくお願いしますね。お願いします。はい、ということで今日も、はい、今日の関連動画はこちらになります。はい、じゃあチャンネル登録こちらからお願いします。で、この放送は月水金、夜8時に放送しますので、はい、ぜひ見てください。あと LINE の登録もお願いします。はい、ということで今日は以上です。またね。